せーの、金曜日のシカシューン。 FRIPAY フライデーナイトのシカシューン。 FRIPAY from 大阪シカシューン。 Happy night Always everybody happy night 金曜日の夜はわっしょい。わっしょいから始まるラジオないよ。はい。ということで、はいはい第2回目ですね、金曜日のシカシュー。はい。まあね、ラジオ番組、レギュラー持ちたいっていうね、気持ちがまあ強すぎて、うん、そうやね。YouTube でまあメンバーでやっていこうや、いうことで、毎月金曜日にお届けする大阪春夏秋冬の YouTube ラジオ番組ということで、はい。ファンの人にちょっと指摘もらったんですけど、まああんまり金曜日のってつけるときは、まあ毎週やるよねっていう。確かに。そういうことか。金曜日のって言ってる割に毎月1回っていう、ちょっとやる気どないみたいなとこはありますけどもね。まあ月1にこう、なんかこう、魂込めてね、そう。一本ガンっていうのをお届けするみたいな感じでね。はい。まあやっていきますけども。はい。まあ最近どうですか？なんか前野さんなんか喋りたそうな顔してるのずっと。名前に今日はどの3人ですか？ああ、名前言ってなかったね。はい。はい、私、エオンと、小野陽子。あ、小野陽子来ました。小野陽子来てるんよな、実際。これは。うん。金曜日に。うん。はい。とも、私、マナでお届けしたいと思います。お願いします。ゲストかな、小野陽子がじゃあ。そうですね。さんつけなきゃんからね。そうですよね、うん。気まずくなってくるからね。はい。いや、いいのよ、そんなことは。はい。まあ、マイナがね。うん。まあ、いてるんですけど。うん。なんか話したそうやなっていう顔をしてる。別にそんな話したくない。ラジオやな。そうやろ。ラジオやな。そんなに、いっぱい話したいわけではない。いっぱい話したいわけではないけど。ただ、エイオンとマナ好きやでっていう、ね。何なんそれも。ただ好きやでっていうのよ。あんま屋内で帽子かぶって喋ってくんなよ。わからんやん、ラジオやから。あー、ごめん。ちょっと待って、ラストウィンプスの野田洋次郎さんがかぶってそうな帽子どうですか？かわいいっすよ。うん。その、なんか紐みたいに垂れてるのはどうする？最近の流行りやねん、これ。あ、そうな。垂らしっぱなしなん。なんかくくったりとか。気まず。なんで気まずい？くぐったりすんの。だってそれはエオンを結ぶねん。それで。あ、気持ち悪い。縛るねん。気持ち悪い。はい、今日はこんな感じでお届けしていきますので、皆さん最後まで覚悟して聞いてください。覚悟はいるよ、これは。自己放送。でもな、うん、エオンと前には番組持ってますからね、一応。そうよ、地味に。そう、めちゃくちゃな番組。心配されるよ、これ聞いたら。そうやな。まあ、でもまとめてくれる人がおるんで、そういつも。な、今日頑張るわ。そうそう。今日はちょっと頼むわ。頑張ります。乱すと思うから。いちいちしながら頑張るわ。言ってた今。まあ、自信なさげ。頑張りますみたいな。全部実況せんでいいな。やっぱギャルやな、ギャル。違います。実況系ラジオでお届けします。はい。はい、ということで、はい、まあ、マイナなんですけれども。うん、ね、これダンス界では結構有名なダンスコンテストなんですけど、うん、ジャパンダンスデライトっていうね、うん、世界最大の日本の、ダンスコンテストが、うん、年に1回、年に1回じゃないかな。ちょっとまあその辺詳しいことは、ちょっと忘れちゃったんですけど。うん、まあでもなんかすごいダンサー界ではもうこのコンテストにまあ大体みんな受けて、うんうんうん、でそれでなんかビッグになってったりとか、世界に行ったりとかして、みんなそうやって頑張ってるんですけれども、うん、まあ私のそのダンス界のファミリーというか、うん、なんかそのまあ友達たちですね。うん、でが、もうやっぱみんなそのチームを組んで、何年も一緒に頑張って、で、このジャパンダンスデライトに、出場するコンテストに決まった時に、うんうん、まあこのグループは決勝まで行ったのに、うんうん、このグループは落ちてしまったとか、うん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 、なんかそういう物語がたくさんあるんですよね、うん、あ、最近あったってことですか？そうなんですよ。やっぱ年に1回は年に1回、そうなんですよね。で、これが最後やったんちゃうかな、このコンテストが。あ、そうなんや、今年が。なんかそんなんやったと思う。まだ分からへんけど、うん、もう最後って噂されてるというか、うんうんうん、なんかそんな感じでは。で、まあそうそう、だからもうみんな大体なんかすごいレジェンドばっかりが出てる、うんうんうん、もうだからもう言ったらダンスの先生も出てるし、うんうん、そのダンスの先生を教えてる生徒さんたちも同じコンテストに出てるから、うんうんうん、だけど生徒さんが上がったりするわけよ、うん、まあそうやね、そうそうそう、教えてもらってる側がってことやね。そうそうそう、そう、そういう世界だからさ。いや、確かにな。みんながなんか悔しかったり喜んだり、うん、だけどみんなチームやしファミリーやから、うん、そういうなんかいいなと思ってさ。でもなんかその大阪春夏秋冬も、うん、まあ、9年やっててですね、うん、もうなんかもう最初はすごいたくさん
いろんなコンテスト、アイドルのコンテストに出ましたよね。うんうん、出てたな、はじめ、うん。それこそ、大阪春夏秋冬ってついてるぐらいやから、はいはい、ほんまに大阪以外に行くことが少なくって、そうですね。で、まあね、うん、日本の首都東京とかね、うん、やっぱ行きたいってなった時に、コンテスト形式の、はいはい、あの、まあ、ライブとかイベントに出て、ね、東京での決勝の各、何権利を獲得して、うん、ファンの人と一緒に東京に行くみたいなのが、ほんまに最初に、シカシュンが東京に行き始めたきっかけやんの。そうやな。だから最初だからもう、代々木恩師公園上野恩師。上野恩師公園全然ちゃうか、惜しかった。いや、惜しい惜しい惜しい。代々木でもやって気持ちはな、うん。代々木公園でもやったけど。ごめんね、東京のでっかい公園言って一緒やねん、全部。わかるわかる。ちょっとでっかい公園で。代々木公園、いい思い出ないよ。うん、ない私。代々木はちょっとまた話変わっちゃうけど、うん、代々木はマジでもうその某有名な局の朝の情報番組の偉い人が来るって、エオナがあのワンマンするときに代々木公園で、はい、フリーライブをするときに、やったやったで刺さったらでかいぞって言われとってんけど、うん、まあ刺さらんくてその人に、もう出る気満々でそっからあの朝違う情報番組見てないやんずーっと。けども、その日からはその番組見てたのに、全然声かかれへん。言っていいんじゃないんでも。まあまあまあ。別に、シカシュンのやつやから、いいんじゃない？ YouTube やから、うん。まあまあまあ。じゃあみんなでやってみる？うん。今日一日が皆さんにとって。え、ちゃうでちゃうでちゃうで。え、違うでよ。あ、これやろ。やっぱ、まだ、シカシュンに対して覚えてないわ。ちゃうちゃうちゃう。何言って？せーの、スッキリ。へぇー。ちゃちゃちゃ、そんなあんまり、スッキリって言って、へぇーって言うことないで。スッキリへぇーは一番ほら。あ、始まりだよ。いや、だから、あの、関西のよ、朝の情報番組見てたんずっと。わかった。けども、それからスッキリに変更したのに。で、出なかったんね、結構ね。そう、刺さらんかった。朝の層には刺さらんよって言われてた。まだジップも逃してんねん。あ、透明版ツアーに来てくれたん、ジップの人が。そうそう、来てくれた。一番局の偉いさんやろ。ガビーだから、みんな会ってるけど、チャンスの。そうそう、情報番組にはちょっと、なんか、やっぱ、主婦層には刺さらないですよねって言われた。そう。でも、その上野恩師公園で刺さってくれたのが、あの、楽天職の奥田さん。そうなの？それで？あれ、恩師公園おったん？なんか見かけてくれて、あんまさ、あれって言わない。いやいやいや、あんまりそんなことは。あれそうやった。ガチ？ちゃんと3つけて。いや、あんな人少なかったのに。そう、フライヤー散らしたらたまたま。いやいや、なんで、あれや、メンバー7人とファン7人ぐらいだ。なんでやん。ガチガチガチ。え、覚えちゃう。上の恩師公園ちゃう、代々木や、ごめんなさい。マジ？おい。おい、誰が会ってんねん。いろいろもう9年もやってますとね。もう思い出がね、たくさんありまくる、ね。ありまくるよ。でもね、自分で自分のことを嫌いになれへんように頑張れる場所をみんな自分で見つけてほしいなってすごい思いました。見つけるたぶん。うん。あ、でもだって。ということで、そろそろ次のコーナー行きましょう。まあ、まあ、そろそろね、はいはい、あのコーナー行きたいと思います。除菌コーナーイエイ。はい。ということでですね、あの、ファンクラブやですね、インスタグラムの方で募集いたしました、お悩みをね、はい、まあ、きれいさっぱり除菌していこうと、解決していこうという、コーナーでございます。はい、じゃあちょっとあの、私が、まあ、答えた方がいいみたいな、あ、とかあるんで。今回も皆さんメッセージありがとうございます。ありがとうございます。もう、除菌しますよ、ちゃんと。はい。もう、除菌、除菌、シュッシュ。うんうん。かわいいやろ、これ、除菌。除菌かわいい。ありがとう。萌菜がね、名前つけて、つけたね。確か。そう、なんかエオンに除菌してほしいなって。エオン好きやった。なんなんその今日好きが多いって。はい、マナ。はい、いきますよ。付き合ってると思われるって。はーい、いきますね。はい。まず、京都府のケイスケさんからです。ありがとうございます。ケイスケ。最近、家族と喧嘩ばかりしてしまいます。どうやったら喧嘩しなくなりますか？自分に色々と原因があるのは分かっているのですが、どうしても直せません。何かいい方法はありますか？教えてくださいとのことです。これは簡単な、うん、もういいよ、言っていい、いいよ、うん、ね、なんか言われたら、あーなるほどな、あーうんうんうん、せやな、そうしてみるわ、ありがとう、ちょっと出かける、解決、あーどう、いやいいと思うで、私はずっとそれで家族と喧嘩したことなかったから、あーなるほどな、うん、もうだからなんかまあ喧嘩、うん、まあまあまあ、な、その場では言い合いならへんと、うん、冷静にその言葉を飲み込めるってこと、ね、そう。で、後々、LINE とか、うん、あの時言ってた言葉やねんけど、うん、なんか、私はこうやって思うし、いろいろ考えた結果、こうやって出たけど、うん、どう思う
ていう、うん、まあ、その時パッてやったらパッて返してもらうからな。そうそうそう、だからもうこっちがプッて冷静になって、うん、フッてなるみたいなさ、うんうんうん、やり方をして、前は友達と今まで喧嘩したことなかったし、うんうん、家族ともあんまりなかったから、うん、なんか折れるいい意味で折れるっていうかさ、うん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 、っていうのはなんかすごいめっちゃ真面目に答えた前な。びっちゃ言うてましたけど、びっちゃってた。まあ最近めっちゃなんかびっちゃって言う。なんで？なんで？なんか嫌やねんけど。そう。なんか嫌。マジで、うん、じゃあめっちゃにする。あ、そして。でもちょっとわかるかも、マイナなんも。でも分かっているのですが、どうしても直せません。だから直されへんようなことやろ。もう。じゃあもう直らんのやろ。ケイスケ頑張って。だからノリでノリ切り。もう。ちゃうよ、ちゃうよ。なんか、これは。ちゃうことないって、これ正解ないって別に。ちゃうよ。え？黙るなよ。なになに？一回受け止めるってのはほんまに大事だと思う。じゃあお母さんの顔にも除菌かけたいんじゃん。なんで？え？危ない。そっか。何除菌かけるって本で。ごめん。うん。なんか、ごめん、うん、やばい。前にも言ってくれたけど、その言ってくれた言葉を、なんかその、すぐ否定するんじゃなくて、一、はいはい、回受け止めて飲み込んで、うん、10秒考えてから、なんかその、自分でやっぱ納得いかんかったら、もう一回落ち着いて、でも、そう言ってくれたけど、私はこう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 思うからっていうのを、うん、一回飲み込むっていうのはほんまに大事だと思う。絶対それはそう。でもさ、喧嘩の内容によるかもな、もしかして。うん、確かに内容によらん。え、でも自分に原因があるって分かってるって言ってた。なんやろな、例えば部屋片付けてないとか。そういうことやろ、そんなんやろ。だからでもできひんやろそれを。あ、でもそれはもう分かってもらうしかないんじゃん。そうやね。だからもう言い返してもそんな意味ないから、どうせ、うん、それ揉めるだけやから。そう言ったらやっぱ飲み込んで一回グッて。だから、うん、もし、まあ例えばさ、うん、分からんけど、うん、なんか自分の好き、自分のやりたいものに対して否定される場合とか、うん、まあ、そういうものやと思うね、多分家族やから、うんうんうん、価値観の違いっていうか、うん、だから多分もしそれなんやったら、なんか、うん、認めてもらうために、うん、それがめっちゃ好きっていうことを努力してるでっていうのをめっちゃ見せる、うん、っていうことかな。だから、それがあるから自分がすごくポジティブになってる、ハッピーになってる、ピースになってるよっていう感じなんだったら、うん、なんか、めちゃめちゃそれはさ、だってさ、お母さんとかもさ、家族とかもそれは嬉しいよ、うん。だってその自分の産んださ、息子がさ、うん、ハッピー、それでハッピーになってくれてるんやったら、うん、あ、もうじゃあいいやんってなると思うし、うん、なんかそれを多分伝えたら、絶対お母さんもいいって言ってくれそうな気もする。うん、わかんないけど。どう？うん、いや、いいと思うね。うん、これがあるから、もうこれに集中してるから、でもこれのおかげで今僕は元気ですよ、みたいなこと。そうそうそう。いいと思うよ。めっちゃいいよね。うん、なんかその、マイナさ、弟おるんですけど、うん、その弟に、マイナが、なんか、弟がなんか家帰ってきたんですよ、学校帰りで、高校生の時に。うんうんうん、高1やったっけな、わからんけど。うん、で、カチャって帰ってきて、お疲れっつって。でもなんかわからんけど、突発的にマイナが、なんか、マイナが弟の才能一番わかってるから、うん、お前学校辞めろよ、つって。うん、なんだろ、次の日になったら、ちょ、学校辞めてきたって言い出して。うん、親に言ったんつって、うん。言ってない。え？え？まあ、ええやん、やまん。みたいな感じだったんやけど、うん、まあ、でもなんかその、それを説得するための、うん、要するに、何かってすごい大切やと思ってて。うん、でも、前は弟のことが、それほどの才能あるっていうこと、うん、が分かってたから、うん、なんかきっとなんか、ここでなんか自分をさらにさ、開花させるようなさ、うん、メモ書きでもいいと思うねんな。なんか自分は何々が好きやから、みたいな、うん。これのおかげでこうなってこうなってっていうのをブワーって自分で文章にして、うんうん、それを話せば、絶対学校の先生も、なんか親も説得して、分かった、うん。じゃあいいよってなるわけやんか。うん、って思ったのよ。うん、ドンちょ、ぶっ飛んでんねんな、まず普通に。そうだな。入りがぶっ飛びすぎてて。嘘。うん。お前学校やめろよ。やばいて。え？そうなの？ファイブス高すぎてビビったって、ほんまに。なんでな。今日少年みたいな格好してんない。いや、今甘くってるからやろ。なんかさ、今日、格好のことについて言うのやめてくれ。ラジオ伝わらへんから。いや、いいね、いいね。な。いいやな、ラジオやからや、逆に言うみたいな。どんなんなんかなって理想するみたいな。そう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 。今日ほら、この目が、ほら、左がちょっと目腫れてんね。見える見え言うてますけど。レオンちゃん、総括してください。喧嘩ばかりしてしまう。どうしたら喧嘩しなくなりますかって、総括をどうぞ。飲み込め。飲み込め。イエーイ！ありがとう。千葉県、
余り物。3、ありがとうございます。ありがとうございます。エオンちゃん、マイナちゃん、マナちゃん、こんばんは。私は寝つきと寝起きが悪いのが悩みです。うん、寝れないとき、起きれないときの対処法やアドバイスなどあれば教えていただけるとありがたいです。おー、やって。リアルやな。寝れないときは、寝ない。おー、いいね。そうだね。そう、なんか無理に寝ようとしてお布団に入って、まあ多分その次の日のこととか考えたら、まあ寝る方がいいんやろうけど、うん、でも寝れんと目つぶって、その、うーってなってるのも多分ストレスやと思うね。うんうんうん、だからもう寝られへん日はもう、あ、寝られへんって諦めて、なんかその時間を自分の好きなこととか、自分を甘やかすでもいいし、自分がしなあかんことに費やすでもいいし、うん、なんか一日ぐらい寝なくてもどうにかなるし、次の日ぐっすり寝れるしっていう、逆にね。まあはね、思う。そうな。寝ようって思ったら逆に寝られへんからな、うん、なんかさ、寝る用意バリ準備万端にできた時にかけて寝られへんじゃない？わかる、わかる。もう今日めっちゃ整えたらみたいな、わかる、わかる。あと寝るだけやみたいな時の方が寝られる、わかる、わかる。で、携帯いじいじして終わっちゃうみたいなさ、あれがね。だからやっぱ意識しすぎると良くないよ。もう習慣化やから、もう適当に流そう、寝ることもね。せやな。でも体調崩したらあかんけど、まあ自分でわかるやん、だいたいこんぐらいしたら体調崩すなとか、うん、周りに迷惑かけるなとか、うん、そうなりだしてきたらちょっとあれやけど、うん、まあそうならん限りは、うん、体に任せる。体に任せよ。羊が一匹、寝かせ。羊が二匹、羊が三匹。あれ自分で数えるから眠たなんだよね。そして4匹。歌われたらな、これ数えれる？しかもこれな、英語やから意味あるし。エオンちゃん一匹。スリープスリープみたいな。マナちゃん二匹。でもいいやん。マイナちゃんは何で1匹やのに、ね、まだ2匹やん、ね、5匹増えた、うわ、合計8匹イエーイ。じゃあイライライラ寝られへん時はこれを聞いて寝てください。福井県のソナツンさんからですね。ありがとうございます。バイト先で好きな人がいて、この前上がる時間かぶって、うん、朝5時半まで話したんですけど、脈ありって聞いて、脈ありやろ、こんなん。かわいい。間違いないとプールパシャパシャ。パシャパシャどころか、もう脈ありも脈あり。すごい。なんかさ、あれ1個やんけ。そのバイト上がり何時やったんやろ。だって今の時期なんかさ、まあ何の飲食やったら早いけど、まあそっか、テレアポとかやったら遅いか。いや、それでもやで。うん、そうだからさ、3時とかにもし終わっててさ、朝の5時まで話してたらさ、それはキモい。もう、脈あり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 やん。それはもう、止まれよ。もはや。でも、慎重に行きな。慎重に行きな。でも最近思うのは、なんかその、別に恋だけじゃなくて、人生ほんまに一番タイミングが重要やなって思うね。タイミング、フィーリング、わっしょいわっしょい。あともう一個忘れた。ハプニング。ハプニング。エオンちゃんから恋の三大ね。ね。イングイング。そう。だけど、でもその恋だけじゃなくて、ほんまになんでも、なんか、そう。このタイミングやから、決めれたこともあるし、このタイミングしか、何？あのタイミングでしかできひんかったこととか、多分いっぱいあるから、そうやな。結婚もタイミングって。そうやで、ほんまに。ほんまに。だから、エオンちゃんどう最近。ちょっと、さっきお悩みが。あ、だから、ごめんごめん。ごめんごめん。回してもうてるから。ごめんごめん、間違えた、間違えた。マイネが回し出してるから。ごめんごめんご。エオンちゃん、どう？なんか、慎重に行きつつ、なんか、このタイミングやってもビビッと来たら、バッと、そんな、いろいろ気にせんと、バッとタイミングを大事にした方がいいと思う。気にせんでいいよ。五感やん。ね。直感、直感でいいと思う。だから、その時に無理って思ったら無理でいいね。それは、後悔したか。っていう。てるよ。でも、マイナは、めっちゃでもそれ大切にしてて、なんかさ、例えばさ、さっきのスッキリの話とかじゃないけど、なんかさ、全部さ、無理やったタイミング、いいやったタイミングってさ、なんか全部さ、自分の直感とタイミングやん、ほんまにさっき言うように。だから、それってもうほんと、運と縁とさ、無理やった時はもう無理やねん。でも、いける時はいけんねん。だから、it's night bear. そうだよ。night bear. なに ?it's night bear.ええー、ごめん、わからん、わからん。すいません、わからん世界か。すいません、前も何言ってかわからんってなっちゃった途中で。ちょっと、とりあえず英語みたいな。ちょっと照れちゃって、なんかその、ちょっと、てんてんてんって言いたかったんやけど。リズムだけで言ったもんな、今。そうやねん。だから別に、でもほんまにそうやんな。そうやな。うん。いや、脈ありやろ、こんな。かわいいな。だって二人とも眠たいねんで、次の日、こんな。確かに。学校、朝学生とかやったな。
二人ともねぶたがもめくあるやろ。声でかっ。うん。いいと思います。いいね。頑張って、ほんまに。はよ、付き合え。付き合え、ちゃうね。はよ、付き合え。友達がよう言うやつな。まあ、はよ、付き合え。ああ、よく言うよね。言うな。それはよ、付き合って言うしかもさ、告白とかもさ、前でさ、友達の友達がなんかさ、好きな人おるみたいな。うん、で、脈ありなんかな、告白しようかな、みたいな言ってよ。で、前の友達みんなさ、なんかもう、全然告白しいやみたいな。すぐ言うよね。そんで、告白し。かわいいよな。かわいい、ね。これが女のノリやもんな、正味。ね、だから、さなつんさんがな。うん。もう幸せになれるよう3人とも願ってますので願ってますまた聞かせてほしいなな、頑張ってね付き合ったら教えてほんまに教えてや頑張ってな除菌コーナーはこんな感じです ね,、はい、ですねまあ、ね、毎月募集してるんで、はい、またガンガンじゃんじゃん送ってもらえたらなと思いますはい、はい、あのインスタグラムとファンクラブの方でねあの、うん、収録日のちょっと前日ぐらいから、うん、募集してますのでぜひまだ参加しらできなかったっていう方は来月参加してくださいありがとうございましたありがとうございましたありがとうございました、それでは次のコーナーに参りたいと思います、はい、スクープ探検隊よまあ先月もやりましたけども、うん、まあこの近頃のなんやろなあの、ニュース、うん、はいはいはい。エンターテインメントニュースとか、まあいろいろ。いいな。まあもう最近やったらさ、うん、もうあの、今日収録日が7月15日なんやけど、うん、あの、さっきも普通に喋っててんけど、みんなで。うん、ワースタの MV? うん。ね、出ましたよね。出た。ハーチン。エモかったな。ハーチャンマジで可愛い。じゃ、ハーチャンって言うのやめてマジで。じゃ、ハーチンって今ちゃんと言ってん。でも2回目ハーチャンやったで。でも前はハーチャンって言ってたから、ハーチャンにしようと思って。うん、いいよ、じゃあハーチャンで。はーちゃんもお前大好き。で、本当はさ、うん、なんかさ、こないだね、うん、ナチュが実はさ、ソロライブに来てくれたの。ああほんまやな、先生。そう。で、本当ははーちゃんも来るって言ってた。うん。そうそう。でも、急遽なんかその、いろいろあって、これなんだって言ってたけど、まあ、めっちゃ好きやったからさ、はーちゃんがな。うん。めっちゃ好きやったから、もうはーちゃんがステージの上に立ってる、うん。の見られへんとか、現場とかで一緒に、うん、お前ちゃーんって言っていつもギューしてくれるのがなくなると、うんうんもうお前ね、はーちゃん、持ち歩くかな、あのチェキとか。おー、持ち歩け、それは。うん、私は持ち歩きよ。うん、めっちゃ寂しいけど、うん、まあね。しかし、あんなできへんもんな、だってな。ええー、しかし、ちょっと仲は悪いから、そんな無理、難しいよな、無理やな。難しいよな。無理やな。急年やってて、もし猫耳つけてたとしたら、もう、もうへし折ってんな。うわ、かっこいいお前の猫耳はここにね、つって言ってたかもしれない。エオンの場合、猫耳つけてても、てっぺんにもついてるやろ。なんか、三つぐらいついてる。あ、鬼みたいな。サザエさんや。サザエさんではないやろ。サザエさん舐めんなよ、お前。まあでも、次の話してもいい、うん、いいよ。あの、この間、フィロノツさんの、うん、フィロノツよね。そんな、完全に通やったな。そうやったな。みんなと三重県津市かと思った。三重県津市からお越しの、フィロノツさんの方もう申し訳ない。フィロノツさん、フィロソフィーのダンスさんの、はいはいはい、あの、ライブ、うん、を見には行けなかったんやけど、あの、あ、配信そう、配信もさせてもらって、うんうんうん、なんかすごいなぁと思って、ほんまに。うん、なんか、ライブ、まあたちはさ、ライブを作るときに、なんやろ。楽しいを共有とか、うん、盛り上がってもらうとか、結構熱量とかがさ、うん、メインで、うん、なんか届けたりとか考えたりするやん。うん、けど、フィロノスさんは、ライブやねんけど、うん、エンターテイメントであり、うん、なんかめっちゃショーやなって思うのがすごい、しかしにはない、すごい魅力なところやなっていうのをすごい見させてもらって、うんうん、なんか、それこそほんまに、物語とか舞台を見てるような感じで、うん、一つ一つの曲がすごい4人とも主人公の物語を見てる気分になった、うん、一人一人にちゃんと目がいって、うん、めっちゃ全速力でダッシュしてるわけじゃないのに、うん、最後まで夢中になって見入って気づいたら終わってるみたいな、うん、なんかすごいかっこいいし素敵やな、しかしにない魅力がいっぱいあるなと思ったから、じゃあマイナのワンマン見に来た方がいいな。マナちゃんマイナのワンマン見に行く方がいいと思います。めちゃめちゃすごない。このタイミングで自分を。自分の。ほんまに。やばい。ノーマルな話も着地するかなーぐらいのところで。フライトの邪魔されたな。でも、あの、マイナのライブも見に行きたいし、それこそ、もうこの放送日には終わってるんやけど、8月15日の、ね、M も、うん、
しかしん主催の、フェスね。フェスに出ていただけるのがすごい嬉しいなと思ったし、楽しみやなと思ったし、多分もうこの放送されてる時は、ほんまに出てもらって嬉しいな、楽しかったな、この M1 やってよかったなって思えてる自分がいるやろうと思うんですけど、なんかまあ、そんな気持ちがすごい高ぶったライブでした。一番最初に名前上がったしね。うん、メンバーで話して、誰呼ぶってなった時。うん。なんかいろんなアーティストとアーティストのさ、まあコラボはちょっと難しいかもしれないけど、うん、なんかそこで見られる、その、一日に置いてる、その人たちしか見せれない色、花ってさ、一日にいっぱい感じれるわけやんか。うん。うわ、めっちゃロックやみたいな。うわ、ロックに行きよう次の曲、うん、次の曲じゃなくて、次のユニットが、うん、例えばなんか全然違うさ、うん、バラードずっとやってるとかってさ、もうずっとボロボロボロ泣いてるみたいな、うん。で、次みたいな。盛り上がるぜみたいな感じ。うん、で、次はみたいなさ。もう全然なんか一日において、うん、全部エンターテインメントを M モンでは届けたいなってすごい私は思ってて、うんうん、ね、なんかいいよね、そういうのが音楽とか素晴らしいもんだなと思うんですけど、エオンさんどうですか？また回してきたやん。いいね、フランで別に。ごめん。いや、ほんまにそう思うよっていうお話を。うん、うん、そうね。楽しい。まあ、放送、じゃ収録してる日が、まだ1ヶ月前で、その M モンね。そうやな。まあ、楽しみやわ、今は。ただまあ、もう終わった頃にはもう、最高ってなってるんやろな、っていうのがもう今から想像できるから。ねうん、だって、終わったらもう、あれやろ。M モンの一番取りやる、うん、エオンのキューティーハニーや。やばすぎるやろ。歌ってたやばすぎる、歌ってたよ。なんかだ、前なんかやったらキューティーハニー覚えてんねんな、なんか知らんけど。そんなに歌ってないねんけどな。女性だった時に生誕一回歌った。生誕で歌ってて、たぶんそれにまあたちも、なんかゲストみたいに参加させてもらって。ああさんみたいな。DJ の時か。あかな。せや。せや、踊って、一緒に踊って。みんなで踊ったよな。うわ、懐かしい。あれもしかしたら、エオンちゃんが歌ってるキューティーハニーカバーのステージがあるかもしれないので、あった場合はぜひ皆さんコメントに感想を書いてください。あった場合は。そら、あった場合は何でもコメントをしてくれよ。めちゃめちゃいいからな、あれ。いいよ。めちゃめちゃいいからな。結構いい風にしたなと思うな。あの、構成とかも。エオンの良さ全部出てる曲やから、あれこの曲。出てないのよ。セクシーさとさ、エオンが。わかる？出てないのよ。めっちゃ出てるよな。出てないのよ。では、M モンでやるのか、お楽しみに。まあまあ言うてますけどね。はい。まあまあ、こんな感じだね。うん。最近のスクープは。そうね。まあもうぼちぼち時間なんですわ。はいはいはい、はい。ちょっと告知あるかなって思ってんけど、ちょっと今の段階では言えることがちょっとあんまりなくて、申し訳ない。うん、そう、だからまあ、一応決まってはいるね。メンバースケジュールは、なんていうの？入ってるから、そうね。いろいろ8月、9月、10月、11月、12月っていろいろ決まってくると思うし、まあ全国の皆さんに会いに行けるんじゃないかななんてもう、ちょっと匂わせな、思ってるんで、まあよかったら、ぜひホームページとかね、ツイッターとかチェックしてもらえたらなと思います。うん、まあそんな感じで、これからのしかしでも、楽しみにしていただけたらなと思います。はい。はい、ということで、今回のお相手は、私、エオンと、マイナと、マナでしたー。ありがとうございました。また来月。全然ボケへんっていう、最後。そう、最後はボケへんで。最後ボケへん。バイバーイ。